どうも、なるにです。今回はね、鍵の倒し方について解説していくね。用意するものは爆竹、これを使えば敵をひるませることができます。といっても連続で使ったら効果が出ないので、再使用するときは間隔を空けましょう。敵の攻撃はこちらが走り回ってれば当たりませんが、それでは拉致が開きません。鍵戦で最も重要なのはどこで戦うかです。ボス戦が始まったら、まずは鍵をスルーして奥の狭い場所に向かいましょう。はい、ここですね。通常ボス戦において狭い場所に行くことはかなり危険な行為ですが、こと鍵戦においてはそうとも限りません。というのも鍵は旋回性能に大きな問題を抱えており、こちらに大きな隙を晒してくれるからです。ちなみに鍵の攻撃はステップよりもガードの方が堅実に避けることができます。危ないと思ってステップを踏んでも大抵は手遅れです。そんなこんなしてるうちに鍵が角に行って勝手に詰まりました。そこをね、爆竹で狩ります。鍵が爆竹で怯んだら、太もものあたりを執拗に切りつけます。うまくいけばハマることがあります。わかりやすいように別の映像も用意しています。狙うべきはここです。カメラのロックオンを外して必要にこの辺りを切りつけてみてください。噛み合った場合には面白いぐらい体力を削ることができます。あんまりお尻の方に来すぎると敵が逃げ出してしまうので、そこはご注意を。このようにひたすら切りつけてひるませ続けることができます。ただ完全に背中の方に回り込んでしまうと牛が旋回してしまいます。はい、こんな感じでね、牛がループから逃げ出した際も別に慌てる必要はありません。場所が狭すぎるせいで牛が困っています。もし牛の正面に立ってしまっても、落ち着いてガードすれば問題ありません。多少体力を削られても死ぬことはありません。もし腕に自信があるなら回避してもいいかもしれませんね。はい、堅実にガードを重ねて、そして敵が詰まったところで爆竹、角に小突かれてループが終わっても別に慌てる必要はありません。しっかりガードを構えてガードしましょう。はい、そしてね、また壁際に追い込んでカメラを外してロックオンを外してひたすら切っていきます。ひたすらね、足元を切っていきます。そうですね、もも肉をさばく肉屋の店主になった気持ちでね、行きましょう。そうです、ここならね、敵を追いかける必要すらありません。敵がこちらを向いたらガード、自信がある人は回避。はい、狭すぎて牛がまた詰まってますね。そうですね、ここで戦ったらかなり楽に倒すことができます。ちなみに敵の攻撃を受けるときのコツですけれど、敵が頭をひねった方向にステップを踏むと完全にかわすことができます。はい、こんな感じで避けることができます。ちなみにこれはあまりにも距離が離れている場合有効ではありません。カメラワークがごちゃつきますが、ここに誘い込んでしまえば牛のケツも取りたい放題。あとは太ももを狙ってひたすら切りまくる。ただそれだけです。牛戦においてロックオンは防御するときだけ使用した方がいいです。ロックオンの中心が敵の頭の中心なので、攻撃するうちに勝手に相手の当たり判定の中に飛び込んでいってしまうからです。牛の旋回性能の低さを利用してこちらにおびき寄せてひたすらケツをしばきましょう。機会があるたびに爆竹を投げつけて相手の太ももを削ります。脳内でドスファンゴ戦の BGM が流れているのは僕だけじゃないはずです。大丈夫、蹴り上げは来ません。走行しているうちに敵はもう瀕死です。食卓に並ぶ時間が来たようだな。調理方法はあいにくウェルダンしか選べませんが、構うことはありません。国産和牛のもも肉一丁上がり。他にもいろいろな動画を作っていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録を。以上、ナルニーでした。